年商30億社長が上智大に独学合格した勉強法を提供していきたいと思います。プロレスアカデミーの吉村です。今回はですね、スペシャルゲストというか、まあ私がお邪魔してるんですけど、いい、まあ、古徳社長でございます。ちょっと自己紹介をお願いいたします。はい、古いに道徳の徳って書いて、はい、古徳って言います。はい、就労移行 IT スクールっていうの、ね、はい、うつとか発達障害の方向けの、まあ、分かりやすく言うとプログラミングスクールみたいなのを国のこう許認可を乗っ取って、はい、まあ、福祉施設という形で全国73拠点ほど、うん、展開しているような、はい、会社を経営してますというところで、はい、でもともとね、実は学習塾やってたりみたいなところもあったり、ね、受験はすごいネタがあるんで喋、はい、らせてくれって言って今受験頑張ってる方にね、はい、少しでも参考だったり励まし含めてなんかなればなと思ってお話しさせてくださいって感じですかね。はい、はい、ということでありがとうございます。はい、ちょっと私の家の近くにもありましたよ。場所言ったら家近くバレるわでもありました。どこですか？で今回なんですけど、受験のね話をこのチャンネルなんで深掘っていこうかなっていうこと、スタッフの方から記事も見せてもらいまして、はい、どうやら凄まじい勉強をして、上智大学に入ったみたいな、はい、記事で見たんですけど、本当はね慶応行きたかったけどね、はい、あ、そうなんですよね。だからちょっとそこも含めてなんか学歴コンプっていうか、慶応に受かんなかったから頑張れたみたいなところもあるから、はい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 、逆に、はい、第一志望受かんなくてもその先頑張る余地あるよみたいな話もできたらめっちゃいいかなみたいな。なるほどなるほど、うん、そしたらちょっと深掘っていきたいんですけど、はい、高校はなんかどれぐらいの偏差値のとかレベル帯の高校だったの？あ、偏差値は多分50ないっす、ね、ほうほうほう。なんか僕らが、はい、僕含め何人かで大学受験頑張って結果を出したんで、はいはいはい、まあ大人って現金ですよね。翌年から特進コースっていうコースができてましたいけるんじゃないかみたいな、ね、そうそうそう、まあ、実績あるから呼べると、うん、そう、それまでは偏差値50もないような高校って感じです。もともと女子校だった。ああ、そうなんだ。はい、常磐大学高等学校みたいな、はい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 、大学との付属というか付属みたいな感じなんですけど、はい、共学になって僕らが2年目とか3年目とかぐらいで僕が入ってるかなって感じです。部活を強くしようみたいな感じでした、共学にする上で、はい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 、なのでなんか学問をすごい推してるみたいな感じじゃなかったですね。もともとその大学受験を目指そうと思ってたというよりは、はい、修学旅行で酒の空き缶とか、はい、なんかタバコの吸い殻が見つかると、はい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 、でも中学校で、はい、それは、そう、他の人が見つけちゃったと、はいはいはい、だから学校内の人が見つけたら、はい、なんかこう厳重注意で済むと思うんですけど、はいはいはい、他の人からクレームになったと、はいはいはい、でだったら落とし前つけなきゃいけないって流れになって、はい、でも誰が犯人か分かんないじゃないですか、はい、まあね、でなったらまあなんかお前らじゃねみたいな説で、はい、俺らの5人組ぐらいが罪をなすりつけられるみたいな流れになりまして、はい、なんかこれ納得いかねえなと、はいはい、まあ俺らじゃなかったんですよ、はいはい、結論ね、うん、ただ言ったところで日頃の印象とかから説得力ないわけ。あ、そうやったんですね。まあそんな感じの、はいはいはい、まあ、本当に茨城の田舎なんで、はい、世界観イメージすると、まあ、リアル極戦とか、はいはいはい、まあ、リベンジャーズまでは行かないまでも、はいはいはい、中学校とか2日に1遍ぐらい警察が来るぐらいの、はい、なんかやばい環境だったけど、はい、なんかいい環境を知らないから、はい、別になんかそれがヤンキーであるとか、はい、なんかやばいみたいなのは、はい、っていう認知すらなかった胃の中の蛙状態みたいな感じだったんで、はい、まあ、しょうがねえかみたいな感じで言ったけど、これって損だなと思って、まあね、人生トータルでやって実際やってないもんね。そうそうそう、で印象から決められるのに納得いかねえな、うんうんうん、でもまあ、うん、大人の世界ってそういうことだなみたいな、うん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 、じゃあ印象変えるにどうしたらいいかなって考えてて、当時流行ってたのがドラゴン桜みたいな。ああ、で勉強、そう、まあ、いい大学行けば印象変わるんじゃないかみたいな、まあ、っていうので、はい、5人組ぐらいで結構受験勉強頑張りだしてみたいな。全員でやったんですね。そう、5人組ぐらいでやって、俺はもうなんかアルファベットもマジで危うかったから、小文字の、ABCDEFG 次なんだとか小文字の Q どっち向いてんだもんだみたいな、こっちじゃないかみたいな、こっちかみたいな、わかんない、そんなレベル。受験習慣もないわけなんで、はい、そうです、もう授業の時に正面向いたことない、基本給食の状態でカードゲームやったりとかそういう環境だったんで、はい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 、なんかそれが当たり前、はい、だったからずっと椅子に座ってるとか、そこからもそう苦痛だったんで、確かに勉強始めた時は記事にもあるんですけど、はい、椅子に紐で縛ってもうなんかもう動けないようにしないと、なんか動いちゃうんだ、動いちゃうんだよ。その集中したことがないから、なるほど、集中するっていうことが分かんないけど、それで徐々に集中力すら養うみたいな、そっからゼロからスタートしたんですね。そうだから英語ワークからやってみたいな、あ、なるほどね、ひたすらやってたみたいな。なん
カ年計画みたいになるんですかね、そっからのスタートで。それで言うと、はい、残り半年くらいとかかな、はい、頑張ったけど、はい、日大ぐらいにしか受かんなくて。おでも50ない高校から半年に日大ですか、うん、そこでもうわーってなったんじゃないですか、そのやり遂げた感はあったけど、うんまあそうですね、なんか日大だと第一印象変わんねえなあちょっと日大の皆さんごめんなさい、あそういうのがやっぱあったんですね、そう当時もなんかそこまで行ってないな、東大行かないといけないけど、まあ、東大はちょっときついなと、まあ、国公立ですからね、そう調べたら上智ってのがあるから、早慶上智どこでもいいと並んでると、もうこの3つ以外はいかんと、はい、なんか、はいはいはい、正直、はい、行けないと死ぬと思ってたなんかもう、あ、まあ、洗脳してた、ね、自分の、あでも分かります分かります、うん、受かるしかなんか人生の道考えられない、そう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 、そんな想像できないみたいな、そうだからもう浪人するかみたいな、あなるほどなるほど、うん、じゃあ行かずですか、仮面浪人とかじゃなくて、そうまあ一旦、はい、それこそ普通に地元で浪人生をしてました、はい、みたいな、はいはいはい、基本的に周りが勉強することを承認してくれないから、はい、なんか茨城の田舎って基本的にこうガリ勉ガリ勉ってディスられる、あディスられる感じのね、うん、だから浪人なんてするやつマジいない、確かにもうニートぐらいな感じで見られるんですね、そう、あれやばいぞ、なるほど、だからそれをなんか自分は認めてほしくて、はい、浪人生になって初めてなんかブログとかを書き始めたみたいな、うん、あのそうなんですね、どれだけやったかみたいな記録を、なんか備忘録じゃないけどとか、こういう勉強法が良かったとか、まあそういうなんか単語の学習法とかをなんか毎日つけて、まあやったことだったり、はい、ノウハウまとめる日もあれば、はい、みたいなのをなんかやってて、はい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 、ただなんかそこの1年間、はい、うまくやれたようで、はい、自分のどんだけ時間を使っても、はい、結構ここも十何時間とか勉強してたんだけど、うん、その1年で成蹊大学にしか受かんなかったんだよね、うん、結局、うん、ただそっからまたさらに仮面浪人したんだよね、成蹊大学に、成蹊で仮面浪人を、そうだから吉祥寺の成蹊の近くに住んで、はいはいはい、そこで仮面浪人もしたっていう感じで、ただ結果ブログのストーリー的にはそうなった方がおもろくて人気が出始めたっていう感じかな、はい、あブログそのアクセスが伸びていったんですね、そうそうそう、そんな結局あの、はい、人の不幸を美味しいじゃないけど頑張ってるくせに、まあ、整形かみたいなのディスられて、ね、あなるほど、ね、でもそれでアクセス集まるようになったけど、はい、仮面浪人でもなおかついやまだやるっていうので、はいはいはい、なんかよりちょっと第2章3章わかんないですけどスタートするぞみたいな、そうそう、それでひたすら諦め悪く勉強やって、はいはい、実質2浪で上智大学入ったって感じ、なるほどなるほど、最後でも結構じゃあ伸びたんですね、かなり整形から上智の時に、うんうん、結構ブログってでもいいと思うんですけどね、自分のその考えアウトプットして、うん、ヤジは来るかもしれないですけど、そうそうそう、整理できるっていうのは、まあ、リアルにノートに記してるでもいいし、まあなんかこう自分の学習進捗っていうのをなんか可視化していくっていうのは、確かに確かにいい、ね、それがなんか一番成功要因だったなって思うし、より見られる人が増えてきたからちゃんとやるようになったし、まあ確かにね、承認欲求みたいなところも、そう見られてるからサボれないみたいな、すごいな、あんまり普通の人できないようなやり方で、そうですね、今でも、でもある意味その塾でも学習進捗してもらうメリットってそれあると思ってて、まあそれが俺はなんかあんまそういう環境に入れなかったから、ブログっていうか、はい、対パブリックで、対パブリックでディスられてたっていうだけなんでまあでも今もやっぱ YouTube でその、まあ、顔は出してないんですけど勉強の Vlog 系でやってる人たちはいますね、うん、結構やっぱファンついてます、確かに、うん、だからやっぱりまあ仲間だと思って見てた人もいるんでしょうね、うん、当時だから、そうそうそう、この人も頑張ってるからっていうので、うん、見られる意識と、はい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 、みたいなところが一番自分の学習効率を上げたかな。あ、そうね。なんか見られないうちはちょっと惰性で、まあ、なんか1年間やっちゃったかなって感じはした。でもすごいですね、そういう1年やるのよ、事前にこれだけやると提言して、はいはい、ブログでやってたんですか、あ、そうそうそう、今週これやりますみたいな、うん、今日みたいなやるぞみたいな、あ、そうね、意気込みでやれた、ちょっとやれなかったみたいな、それなんか飛んでくるんですか、ちゃんとやれよみたいな、ああいう言う飛んでくる飛んでくるアメブロのコメントでなんか誰やねんお前誰やねんと思いながらでも来るんですね、そういうの同じ人が多分毎回ね、そう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 、そんな面白いやり方があるんですよ、うん、追い込むしかないやん、うんうんうん、とりあえず机に座るっていうことを、はい、そもそも十何時間できないと勉強できないじゃん、確かにね、それができるようになったら勉強するっていうフェーズに初めて入れる、うんうんうん、はいはいはい、確かにね、まあ、でそこの習慣を作るのがきつかった、マジで、あ、まあまあ
まあそうですよね、いきなりまあ十何時間ってなるとね、そう5分ぐらいが限界で、やっぱりすぐもう、あ、そうですか、その同じ場所座ってられなくてとか、まあまあでも分かるな、最近でも思います、当時よくやってたなみたいな、十何時間、そう、で思うでしょ、当たり前に当時はやってましたけど、今なんか気狂ってるよね、ちょっと違う席に行こうかとかなるじゃないですか、うん、とかもうすごいなと思いますけどね、今なんかもう一回やれって言われて多分できないというかね、そうそう、自習室でね、ずっと同じ場所で、あ、そうそうです、そうです、うん、ずっと同じ場所でようやってたな、しかも隣に人いててみたいな、ちょっとなんか緊張する場所でってすごいと思いますけど、まあその勉強習慣というか毎日決まった勉強よりやっていくっていうところを、うん、まあまだできてないのに勉強のやり方の相談に来る人とかやっぱ多いんですけど、うんうん、でもそういう子たちの勉強時間見ると、いやまだできるよねみたいな、うん、で勉強時間、まあ、そもそも量がね、そうなんですよ、で十何時間って書いてる子とかだったらやっぱ質問が具体的なんですよね、うん、高校でこうやってるんですけどここだけがうまくいかなくてっていう風になるんで、ね、うん、何が分かんないのか分かんないから、うん、まず量をやんないと、うんうんうん、まずそこだよね、うん、で自分が得意なこと、うん、苦手なことを分かるため、うん、とりあえず量をやりまくる、うん、その先にいろいろテクニック言えるんで、そうなんですよ、まだ早いっていう人がまあ正直多いかなと思いますんで、うん、まあ、特にうちオンライン塾スタートだったのもあって学校にも馴染めてなくてみたいな生徒さんとも結構比率高かったんですよ、うんうん、ってなるとやっぱりそのすぐに折れちゃう生徒さんとかもやっぱ多くて、うん、やっぱ私なんて僕なんて結局ダメなんですよってなっちゃうんですけど、うん、ちょっとまあ今日の話を聞いてすごい壮絶な環境の中、まあ、そうなんです、スタート俺よりひどいことないと思う、ね、そうですね、まあ、聞いてるとないと思うんで、うん、むしろもうちょっとある程度の進学校に通ってるけど馴染めずにみたいな人もいた、確かに、そうなんです、もったいないね、だからその偏差値がもう最初なんてだからね 4,50 ぐらい、50もないぐらいからスタートですよね、受験勉強の時なんて多分、うん、アルファベット分かんなかったらだからもう30、ね、30いくつとか、なんか偏差値っていう概念じゃないよ蚊帳の外じゃないなんか偏差値の回復想定してないでしょ、そのアルファベットもわからないって想定されてないから、うん、外れ値みたいなことになります、うん、そうだよね、で中でも上智に受かったと、もちろん年数はかかるかもしれないんですけど、うん、そこが、その後の人生の成功体験にもつながってくると、うん、いうことだと思いますので、うん、はい、とにかく、はい、まず学習習慣というか量をやること、うんうん、まあ、その後の人に見られるとか管理される、はい、というか強制的にそういう環境に身を置くっていうのは一番大事、うんうんうん、まあ効率を上げるという、はい、なんか自分の中だけで消化してると、うんうんうん、やっぱどっかサボっちゃうから、うん、それはなんか相手がね、あの友人でもいいし、うんうんうん、まあ、それは先生でもいいんだけど、うんうん、誰か伴走して見張ってくれる人ではないけど、うん、なんかそういう存在が、まあ、究極親でもいいし、うん、そうですね、なんかそういう人がいると、あとはそこで ね塾の環境とかでもいいと思うんで、うん、まあ、そういうのやってみると、まあ、一気に効率上がって結果が出てくるんじゃないかなと思いますかね、うん、はい、はい、まあ、本当ガラリと変わるときにガラッと変わりますからね、うん、じわじわっていうかなんか急に来るじゃないですか、そうだね、うん、急に上がる、ね、大学受験経ないと分かんないことだと思うんですけど、うん、ちょっと大人たちの言うことを信じて今頑張ってみてほしいなと思います、はい、ということで今回ですね、上智に合格した勉強法っていうのをお話していただきました、はい、高徳社長の SNS も概要欄に貼っておきますので興味のある方は覗いてみてください、はい、まあ、ただ SNS はほどほどに勉強してください、はい、確かに、はい、ということで次回の動画でお会いしましょう、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。